こんにちは。今からアメリカのアパートのルームツアーしてこようと思います。ここが僕の住んでる部屋です。この窓、はい、行ってみます。ここはアメリカの大学、自分が通ってる大学が持ってるアパートみたいな感じで、ここで働いてる人と、あと大学院生が住めることになってます。で、ここに自転車止めてます。結構盗まれますっていうか、ちゃんと鍵しないと速攻で盗まれます。あとタイヤだけ盗まれたりとか、タイヤだけ残されて盗まれたりとか、はい、何でもありです。とここが玄関です。で、学生証を使ってこうやって開けます。はい、入ってきました。で、アメリカなんで、まあ基本中土足なんですけど、このアパートでは一応外履きと中履きを履き替えてます。こんな感じで、なので外履きのスリッパから中履きのスリッパにいつも変えます。まず入ってすぐここがキッチンです。4つあります。で、アメリカ来て気づいたんですけど、みんなガスで火じゃなくて、こういうなんかぐるぐる巻きの蚊取り線香みたいにぐるぐる巻きのやつで、これを熱して、はい、その熱で温めるみたいな感じです。で、友達のアパートとか行ってもみんなそうですね、 IH じゃなくてガスでもなくて、こういうなんかぐるぐるのやつです。で、結構広いです。で、こっちもそうですね、洗面なんて言うんだろう、はい。で、食器洗い終わったらここにあって、で、ここら辺に、はい、こんな感じでパンパンに入れてます。はい、セーフ、こんな感じですね。で、自分の箸とかも、はい、あります。こっちに来てから買いました、電源とか。あと、ここ日本から送ってもらった味噌汁とかお茶漬けとか、あとこっちで買ったカレーのルーとかあります。やっぱりなんだかんだ日本食食べないとやっていけないなって感じです。海苔とか、はい。で、食器はこんな感じで、一部共有みたいな感じですかね。で、フライパンとか調味料とかこういうところに入れてます。はい、フライパンで、こっちは、まあ、僕が使っていいとこで、こっちは他のルームメイトが使ってます。で、電子レンジ、はい、ちょっと高いです、場所が。あと冷蔵庫、こっちは冷凍庫で、僕はこのエリア使ってます。今はちょっと少ないですけど、アイスはまあ大体このサイズです。でかい、食べるのに苦労します。でも安いかな、3、4ドルくらいで。冷蔵庫こんな感じで、ここにみりんとかわさびとか、あとポン酢とか、はい、醤油、これなんかノーソイソイソースって書いてあるんですけど、大豆を使ってないです、醤油っぽいです。お酒とか、はい、入って、あと紅生姜も、こういうのは日本食スーパーというかアジアンスーパーに行きます。お好み焼きソース行けば売ってます。で、僕のエリアはこことここと、あとまあここもかです。で、はい、冷蔵庫でかいんで、で、ここなんか冷気の吹き出し口なんでよく凍ります。これもアーモンドミルクなんですけど凍っちゃってます。こんな感じです。はい。次、リビングルーム。本当はここがリビングルームなんですけど、はい。で、ここでご飯食べられる場所。で、めちゃめちゃでかい鏡とかもあります。で、本当は向こう側もリビングルームなんですけど、半分、ここに仕切りがあって、向こう半分は、なんだろうな、リビングルームじゃなくてベッドルームみたいにして、もう一人のルームメイトが住んでます。あれ言ってなかったんですけど、僕とあとルームメイト2人で住んでます。で、靴はこんなところ、ちゃんとした玄関みたいなのないんで、
はい、こんな感じで、ここら辺で靴脱いでみたいな、ちょっと間グレーっていうか、あんまりはっきりしてないです。で、ここに服とかかけてあって、ここも服のタンスなんですけど、僕は使ってません。ここも使ってません。で、ここにあるのがもう一個、もう一人のルームメイトが住んでる場所、今はいないです、二人とも。で、ここに、はい、洗濯機があります。で、前あった洗濯機、でっかいのあったんですけど、なんか壊れちゃって、で、それをどかして、で、この新しいやつは、なんか拾ってきたやつ、ルームメイトが。なんか、結構アメリカのそのボランティアじゃないけど、なんか寄付の精神みたいなのがすごくって、使えなくなったやつは、まあ、そこら共有スペースに置いて、で、好きな人取ってってね、みたいなのがよくあります。で、ここを洗剤、まあ、一人ずつ自分のがあって、僕は、はい、ダウニー。というかわかんない、もうめちゃめちゃでかいやつ。はい。もう、安さで選んでます。で、ここが前洗濯機の場所で、ここがバスルームです。トイレとお風呂一緒になってます。まあ、多分アメリカ大体まあ一緒です。で、これ、テレビシリーズのフレンズとかで、全く多分同じのカーテン、シャワーカーテンやってると思うんですけど、はい、こんな感じです。こっちからは読めますね。で、シャワーはこんな感じで、下入るか。よっ。はい、こんな感じで、汚いです。はい。もう見せないです、汚いので。で、汚い、なんかもう僕が来た時から汚いんで、はい、もう、で、結構洗ったんですけど、はい、どうしようもないです。で、なので、浸かることはできません。いつも立ってシャワー。立ってシャワーのみです。はい。で、ここが僕の寝室です。見えるかな、こんな感じで、ベッド、ちょっとここにベッドがあって、あ、ちょっと汚いな。ここに服を入れるクローゼットがあって、はい。で、ソファー、机で、この椅子はちょっと今使ってないんですけど、机っていうか、はい、ご飯食べる机と勉強机、ゲーミングチェア買いました。100ドルくらいだっただけなので、クーポンとかで60ドルくらいで買いました。あとテレビもこれ32インチかな、こっちに来た時に、と友達に手伝ってもらって、車で連れてってもらって120ドルくらいで買いました。テレビ安いです。あとこういうふうにネットフリックスとかのボタン一つで操作できるスマート TV みたいなやつですかね。この日本のカレンダーは、アジアンスーパーに行った時にもらいました。あと、ここに本とかプリンターも60ドルくらいで、Facebook のマーケットプレイスっていうところで買いました。中古で買いました。あと、こんな感じで、はい、分厚い教科書とか、日本から持ってきた本とかあります。こういうのとか。あと何？これはいい本ですね。はい。あと何かな。一応目指して海を渡るとか。はい。ですかね。こんな感じで、ルーム紹介、アパート紹介終わります。高評価とチャンネル登録お願いします。バイバイ。